本日ホテルのマネージャーの事例を受けました。真剣に、仕事に取り組み、会社に貢献したと考えています。これから先の、これからの私にメッセージは、お願いしますということなんですが、なるほど。まずね、仕事に真剣に取り組むのはいいと思うんですけど、あんまり真面目に頑張ろうとしすぎないでください。真面目にやろうと思うのっていいんですけど、100% の力で常にやってしまうと、当然なんですけども、人間って、うまく、いかなくなります。やっぱりこういう新しいことやったりとか、何かね、自分が挑戦するための余力とか、挑戦または調整するための余力とか、そういったものを残しておかないと、やっぱり人間って潰れちゃうんですよ。だから、確かに頑張るっていうのは美しい話だし、全力でもってね、自分のやるべきことはやろうとかって思うことは美しいことではあるんだけれども、ただそれって、持たないので基本的に、あんまり人間って根詰めると。だから、上手に力を抜くというか、手を抜くというか、そういうですね、やり方は見つけておくといいと思うんで、どちらかというと頑張るっていうよりかは、バランスを見つけるって考えてください。一番自分が心地いい、バランスみたいなのを見つけると。だから、なんだろう。サーフィンとかと同じなんですよ、何でも。こうやって仕事って、こう、自分が落ちることもないし、かといって、こう、ぷかぷか浮いて進まないこともないみたいな、ちょうどいいバランスを見つけて乗りこなしていくっていうのが大事なんで、それを意識するといいと思います。切り抜き、いかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から、今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですね、の無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で弾けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらに、チャンネル登録の方もお忘れなく。それでは、バイバイ。